それでは平成22年春季、秋季第61回東北連合展覧会、並びに第93回福島支部展覧会の開会式を始めます。河村義雄連合会長より皆様にご挨拶を申し上げます。あ、皆さんおはようございます。多数のご出勤を賜りました。大変ありがとうございます。皆さんおはようございます。難しい話は全て連合会長の方からお話ありましたので、私はつまらない話だけで済ませていきたいと思います。まずは、第61回東北連合展、93回福島支部展に遠路はるばるお越しいただきまして大変ありがとうございます。愛知県よりお越しいただきました菅沼智則先生です。長野県よりお越しいただきました羽生田君和先生です。新潟県よりお越しいただきました大塚文夫先生です。岐阜県よりお越しいただきました鎌崎春樹先生です。それでは、代表して菅沼先生より、本日の初注意を頂戴します。おはようございます。まずはこの展覧会に準備一切整えていただきました連合の役員および福島支部の役員の方々に厚く御礼申し上げます。河村義雄会長、地元福島支部村川和美支部長、本部理事、秋田支部長であります斉藤正春さんです。同じく本部理事宮城の大友徹さんです。青森支部長中村勲先生です。岩手支部一条副支部長です。山形支部石田副支部長です。福島支部の顧問であります東連合会の代表代議員であります時田康夫先生です。連合会選出の本部両農研究部委員であります青森支部浦田道春さんです。どうですか感触は。そのままでいい、そのままでいい。なんかよく思い出したよね。ね。争えないよね。よく思った覚えてる。まあどうせ綺麗に歩けないから。ああダメだ。頭の間に貼り合ってください。
れるのか。犯人係2人がいる。あら、早くかね。101番、102番。有料2席総券証65番、有料3席総券証53番、4席総券証60番、有料5席総券証58番。193番。